はい、中田です。今日は抹茶アイスボックスクッキーを作っていきたいと思います。抹茶のほろ苦い感じが絶妙な感じに仕上がりましたので、ぜひ最後まで見ていってください。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では本編スタート。中田村の暮らし。いただきます。今日は抹茶アイスボックスクッキーです。うん、サクサク、ほろ苦、甘さ控えめ、すごいわサクサクが。これは大人の味だね。抹茶クッキーにすると焙煎したお茶飲んでるみたい。香ばしさがプラスされるからうまいわ。焦げてる部分はより苦いねこれ美味しいわ。なんか抹茶系スイーツの中で一番抹茶を感じる。抹茶の濃い一品に仕上がったと思います。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。僕たちのチャンネルでは簡単な離乳食、お菓子、お料理を投稿しています。概要欄からブログもチェックしてみてください。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。またね。チャンネル登録をチャンネル登録をお願いしますチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録